ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙魔理沙。どうしたんだ霊夢。世界にはピラミッドとかマヤの遺跡とか天空の城とか、謎の建物があるけど、日本にはそういうものってないの？最後の一つは置いておいて、日本にも建造理由がわからない謎の遺跡があるんだ。トンカラリンというぜ。日本にもあるんだ。どこにあるの？熊本県の名護町にあるんだ。邪馬台国と卑弥呼に関するものなんじゃないか、はたまた排水口じゃないか、などと言われていたんだぜ。よし、今回は、謎の遺跡トンカラリンについて、トンカラリンができた頃に遡りながら解説していくぜ。今回も楽しみ。それではゆっくりしていってね。古代遺跡に関して、とある考古学者からの、伝言。ピラミッドもそうだけど、謎の遺跡なんて宇宙人が作ったのかなって思っちゃうよ。そう思うのもわかるが、考古学者による、古代遺跡を考察する際の注意点と、アドバイスを紹介するぜ。どんな古代遺跡であれ、そんな昔の人間の知恵や、知識や技術で、こんなすごいものを作れるわけがないという先入観にとらわれてはいけない。そうすると、人間には不可能だから宇宙人が作ったんだと思考停止になってしまうんだ。宇宙人はいないってこと？別に異星人の存在を否定するわけじゃないぜ。人間の科学力と労働力を駆使すれば、あのピラミッドも十分に建築可能だし、他の遺跡も同様だぜ。じゃあ天空の城ラピュ、それはフィクションだ。そして思考停止に陥らなければ、何のために作ったのか、という新たな謎の解明につながるんだ。その一つの謎が解明されたら、さらに新たな謎が出てくる。その謎を解き明かせば、またさらなる謎が出てくるのかもしれないが、その繰り返しでようやく古代遺跡の全貌が明らかになっていく。これが、とある考古学者からの忠告だぜ。何でも宇宙人のせいにしたら何もわからないもんね。それを俗っぽく言うと、頭と身体と現金は、生きてる間に使わないと、もったいない。ってことだな。遺跡のこと以外でも、考えることができるんだから思考停止するのはもったいないぜ。視聴者の皆さんも生きているうちにやりたいことやっておこう。トンカラリンに到着。トンカラリンの話題に戻り、まずはトンカラリンができた頃に遡るぜ。いつできたの？5世紀末から6世紀初頭の頃に作られた古墳なんだ。日本最古の本格的記録文書と言われる、75文字の銀象眼と呼ばれる技術が施された鉄塔をはじめ、多数の副葬品が発見されたことで、国指定の史跡ともなっている古墳だぜ。最初、卑弥呼様が関わっているって言ってたよね。絶対にそうというわけじゃなく、伝説というか噂話だな。1992年に亡くなった文豪、松本清張氏が、邪馬台国とか卑弥呼が関わっているんじゃないか、と呟いたことで火がつき、瞬く間に全国的な遺構になったんだ。遺構は、昔の構築物が地面や地中に残った後のことだな。実際どうだったのか気になるよ。そういえば、なんでトンカラリンって言うの？トンカラリンという呼称の語源と意味は、古代朝鮮語の、トンカラリ、鬼の巣穴から、来ている説や、この穴に小石を投げ込んだ時の反響音がトンカラリンと聞こえた、という説が、あるが、実際には分かっていないぜ。名前の由来が分からないのも遺跡っぽくてロマンがあるよ。たくさんの刀とかがあったってことは、大きい遺跡なんだね。全長 464.6 メートルの、トンネル状の横に長い構造なんだ。実際の構造は、自然の洞窟を誰かしらが補強したり、進みやすいように石の階段を、作ったような、言うなれば天然と人工の融合トンネルなんだぜ。松本清張さんの、信仰、邪馬台国の隊。なんで松本清張さんは卑弥呼様を思い浮かべたんだろう？1975年5月にこのトンネルを前にした松本清張氏が卑弥呼を思い浮かべた理由は、魏志倭人伝と呼ばれる書物の一節に注目して、シャーマニズムに関係した。軌道ではないか？とこじつけた、もとい推察したものだそうだ。一節って？そしてシャーマニズム？軌道？それぞれ解説していくぜ。一節というのは、邪馬台国の東には大きな穴があって、それを水穴、墓の中だな、に通じる穴と名付けている。毎年10月には、そこに水神、あの世の神の、ことだな、を降臨させ、国中から大勢の人々が参拝する、と記されているんだ。これにトンカラリンの名前の由来の説の一つ、古代朝鮮語のトンカラリ、鬼の巣穴を重ね、鬼の通る道、すなわち軌道としたようだ。この鬼は古代朝鮮語で、死者の魂という意味だぜ。したがって清張氏は、このトンカラリン、という遺跡は、朝鮮半島から伝わった鬼神信仰に基づく祭祀の場だったと推察した、わけだぜ。シャーマニズムは、神霊や祖先の霊とシャーマンを通じて心を通わせることだな。つまり簡単に言うと、このシャーマン、イコール、卑弥呼で、死者や神と、繋がる場所説だぜ。
卑弥呼様はそんな不思議な力を本当に持っていたのかな？今となってはわからないな。だが鬼道というのは、実際の道など、ではなく、古代チャイナ地方で流行った一宗教の呼び名っていうのが考古学的な解釈、なんだ。だからこの成長史の説は間違っていると考えられているぜ。後で説が間違っているってなるのはなんだか悲しいね。あと全国的な遺跡になったって言ってたけど、知らなかったよ。当時も全国的な遺構になったことがなんだか気に入らない人もいたみたいで、そんな大それた、ものじゃなくって、ただの排水路ですよという発言の方が当時の歴史学者や考古学者には、気に入られたらしく、トンカラリン排水路説が流れ、たちまちブームは沈静化したんだ。排水溝、なんだか夢がなくなっていく気がするよ。だがその説も、後に発見されたことにより、トンカラリン排水溝説は現実的じゃ、ないとされているんだ。それについては後で詳しく説明するぜ。そして気をつけてほしいのが、日本だけじゃなく世界各地で古代遺跡が、発見されたら、調査より観光地としての地域おこしを目論むのも、決して珍しくないということなんだ。それの何に気をつけるの？古代遺跡のパンフレットがばらまかれ、その紹介記事は謎に満ち、載っている写真も、大いに好奇心を煽るようなものになっている。それらを鵜呑みにして出かけてみれば、現地でがっかりということになりかねないんだ。期待しすぎはダメなんだね。そして実は、邪馬台国と卑弥呼に関しては、今現在でも遺跡どころか、存在した、場所の特定さえできていないんだ。あんなに有名なのに？いろいろな作品に出ているからな。作品といえば、それを探す旅に一生涯を費やした、長崎県島原市出身の宮崎康平という人を知っているか？聞いたことないよ。何か作品が残っているの？自身の実体験を記した、幻の邪馬台国という作品があるんだ。1965年から、地方文芸雑誌の九州文学に連載し、1967年に出版されたこの作品が、今なお学者、だけじゃなく、一般人の間でも論争の絶えない邪馬台国ブームを巻き起こしたんだぜ。そしてこれは、2008年に映画にもなっているんだ。主演は、吉永小百合氏と竹中直人氏。竹中直人氏演じる宮崎康平と、その妻であり、時に卑弥呼を演じたのが吉永小百合氏という、実に聞き迫って感動的な映画だぜ。これがより一層邪馬台国論争を煽り、あれこれ研究も進んでいるんだ。そんな映画があったんだ、今度見てみるよ。じゃあトンカラリンがいつ作られたのかは、全くわかっていないってこと？現在のところ、誰が何のために作ったのかは不明のままだが、いつ作られたのかについては、およそ安土桃山時代だろうということがこれまでの調査によって明らかになっているぜ。いきなりめっちゃ現代になってない？安土桃山時代ってどれくらい前だっけ？安土桃山時代が約450年前、邪馬台国はあったとしたら、1800年前と、1350年も誤差があるな。調査、研究による新発見、意識の変化によって、ここまでいとも簡単に変わってしまうんだ。思ったよりもできたのが最近だと思ったら、あんまり謎の遺跡感がないね。だからといって謎の全てが解明されたわけではなく、いわゆる古代遺跡じゃなくなった。だけで、今なおトンカラリンは謎の遺跡のままなんだぜ。ちなみに歴史を楽しく考えるためや、歴史学者や考古学者にとって、ないより、あった方がいい資質があるんだがわかるか？頭の良さ？壮大なロマンを感じ取るセンスだな。松本清張氏も、そうしたセンスをたっぷり持っていただろうし、例えばギリシャ神話に登場する、まさに伝説としか思えない都市、トロイアを発掘したという、ヨハン・ルートヴィッハ・インリヒ、ユリウス・シュリーマンもその一人だろうな。たまたま見つけたんじゃなく、その人もロマンを感じるセンスを持っていたの？彼は幼少の頃に読んで夢中になったという、紀元前8世紀末の吟遊詩人ホメロスが記した、イーリアスという長編叙事詩、歴史的事件や英雄のことを歌い上げた詩だな。それを生涯にわたって信じきり、全財産をかけて発掘に邁進し、現実にトロイアを発見したんだ。ロマンってすごい。もちろん生涯をかけたにもかかわらず、夢が夢のまま終わった人も多いだろうが、こうしたロマンを追い求める人が今後も新たな大発見をするのかもしれないな。驚く新発見とかないか楽しみだよ。トンカラリンは、古代エジプトともつながってるって？謎の要素の一つとして、トンカラリンは古代エジプトともつながりがあるんだ。今度は古代エジプト？それっていつなの？紀元前3000年。今から5000年ほど前だな。最近になったと思ったら、いきなりそんなに昔になるんだ。どういうことなの？これはテレビタレントとしても活躍している、早稲田大学名誉教授であり、エジプト考古学の第一人者でもある世界的考古学者、吉村作治氏の言った言葉によるものだ。なんて言ったの？この吉村教授がトンカラリンに入って 464.6 メートル進んで出てきた時に、
この石積み法は、布石積みと言いましてね、日本では珍しい工法なんですよ。これと同じ、工法を用いて作られたのが、古代エジプトのピラミッドなんですと、きっぱりと、明言したんだ。そしてこの指摘は、その当時の歴史、考古学学会の偉いさんたちでも、ちょっと待った、とは言えない学術的根拠に基づいていたんだぜ。これには町長や町の人も、第二のトンカラリンブーム、つまりは町の活性化になるんじゃないか、と、喜び小躍りした、かもしれないな。ただの排水口じゃ誰も見に行かないもんね。これを受け熊本県教育委員会と、当時なら菊水町教育委員会が、2001年から再調査に乗り出し、たんだ。そして、第2第3第4のトンカラリンが発見されたんだぜ。トンカラリンって一つじゃないの？というのは、トンカラリンは 464.6 メートルの一本トンネルではなく、あちこちに横穴があって、それぞれ外に出入りできるような構造だったからなんだ。一つとも言えなくはないな。中はどんな感じなの？あちこち苔むしてひんやりとしたトンカラリンの通路のほとんどは、高さ幅とも、50センチメートルほどで、時に石段も設けられているんだ。古代エジプトの小ぶりなピラミッドに潜り込んだかのような石積みだから、吉村氏もびっくりしただろうな。霊夢や視聴者の皆さんも、実際に探検する際には汚れてもいい服と、ぴったりの、運動靴、できれば懐中電灯付きの簡易ヘルメットも被った方がいいな。ちなみに酸素ボンベは必要ないぜ。実際に私たちでも入れるようになってるの？ああ、と言いたいが、残念なことに2016年の熊本地震の影響で立ち入り禁止になっているぜ。なんだ？だが実際に入ったことがある人が写真付きで紹介してくれていたりするから、中の写真とかに興味があるなら調べてみるといいぜ。後で調べてみるよ。そしてこうした新発見によって、かつて清張氏が火をつけたトンカラリンの熱を鎮火して、しまったトンカラリン排水路説は、現実的に不都合すぎるとなったんだ。排水口なら水が流れればいいんじゃないの？排水路なら水の流れを直線的にしないと途中で水の勢いも弱まって詰まりやすくなるし、その原因となる横穴をいくつも掘るなんて限られた予算の無駄遣いだ。といった調子で、長く放置されていた案内板も大きく新調され、トンカラリン排水路説を否定する。根拠の詳細が、なんと5項目の箇条書きできっぱりと記されたんだ。よっぽど排水口じゃないって分かったのが大きかったんだね。排水口だと思われてた全長 464.6 メートルのトンカラリンが、はるか古代エジプトと、繋がったんだから無理もないぜ。トンカラリンシンポジウム。そして2001年10月29日、トンカラリンシンポジウムが開かれたんだ。シンポジウムって何なの？一つの問題について何人かが異なる面から意見を述べ合い、質疑応答を繰り返す、形の討論会だな。それが熊本県県民文化祭で、盛大に開催されたんだ。そこには地元メディアも押しかけ、パネリストは当時の筑波大学名誉教授、井上達夫氏。そして熊本県文化財保護審議会委員で、熊本県議会議員の重鎮、古賀三白氏、はじめ、同委員4名というそうそうたる顔ぶれで開催されたんだ。偉い人たちも来るほど注目されてたんだね。その会場は立ち見も出るほどの盛況で、町民の皆の熱意がこもった願いはただ一つ、トンカラリンの復活だな。それで町の賑わいが変わるもんね。どんな感じに進んでいったの？まずスマホは投じないが、携帯電話は普及されていたからまず女性スタッフが、お手元の携帯電話はマナーモードにするか、電源をお切り願いますなどと注意喚起、して開会となり、司会進行スタッフに紹介された筑波大学名誉教授の井上氏が、マイクを持ったんだ。そこで水を打ったかのように静まった客席に向かった井上氏、の講演は、そこまで行ってもいいの？と思われるほどに壮大なロマンに満ちて、いたんだぜ。なんて言ったのか気になるよ。まずこの講演の趣旨の説明を紹介するぜ。人間が穴に潜って出てくるという行為は何を象徴するものか、それは俗なるものから聖なるものへの変貌であり、地から聖への変換だ。この菊水町にあるトンカラリンはまさにこうした秘儀と結びついた遺構であると、大体こういった内容なんだ。難しいけど秘儀とか聞くとワクワクするよ。盛大な拍手喝采に続いて語ったのが、熊本県議会議員古賀三白氏だな。かつての松本清張氏を懐かしみながら、それを否定したトンカラリン排水路説を、さも苦々しく語ったんだ。その後古賀三白氏は、ついに県文化財保護審議会議員が、トンカラリン排水路説に対し強い疑念を抱き始めたきっかけは、およそ8年前の、平成5年6月に我が県北部を襲った記録的集中豪雨でありました。県北部の排水路は、甚大な被害を被りましたが、同じ豪雨に見舞われたトンカラリンには一切の損壊が、なかった。こりゃあ、おかしいと、私はすぐに直感したのであります。
そこで私は、再調査の必要性を訴え、その結果として、これからご説明する、大きく5つもの矛盾点、つまりトンカラリン排水路説のデタラメさが明らかになったのです、と続けたんだ。よっぽど排水口説が憎かったんだね。続いて文化財保護審議会委員の4人がそれぞれ様々な角度から、謎の水道遺構、トンカラリン、と題して、掲げられた案内板に記された排水路否定説5項目について、これでもかというくらいに補強しながら、子供にもわかりやすく解説したんだ。ほんと徹底的だね。排水口説を流した人はさぞ恨まれたんだろうな。ちなみに看板の排水口説否定の5項目にはなんて書かれているの？書かれている原文のまま言うぜ。1、上部大地面積が狭いので、流れ出す雨水量は少なく、矢部に、大規模な排水路を作る。必要がない。雨水を取り込みやすいオープンカットの素彫り溝で十分である。ここに大きな排水口はいらないってことだね。2、今日、トンカラリンを築いた場合、工事費の積算額は、2億円近くになる。これに見合うだけの経済的効果を見出せない。そんなにかかるんだ。3、排水路は、できるだけ直線的な作りが望ましい。しかし、トンカラリンは、実に数多くの湾曲箇所を伴って蛇行を繰り返している。これは少し説明したやつだな。排水口にしては曲がりすぎていて、機能的じゃ、ないんだ。4、石組みの構築物に、災害箇所、地撃、が取り込まれており、不自然である。排水路施設は、このような作りをしない。地撃っていうのは、地表が割れて出現した隙間のことだぜ。排水口が割れてるのもおかしいよね。最後の後、地撃に積まれた切り石や、石組み暗渠下部の変化点における各部の、成形など、排水路に不自然な飾り箇所がある。面取りされた切り石は常に闇の中にあり、各部には削られて、丸みを帯びている。の5項目だぜ。最後のは、排水口に飾りがあり、見た目が良くないところは見えないようになっている。作りは、排水口にはおかしいってことだな。排水口に飾りとか見た目なんていらないもんね。確かに聞けば聞くほど、これが、排水口だなんておかしいよ。学者の中には、古代の統治の豪族で、大和朝廷から軍事に任命されていた。壁紙が、非神信仰の宗教施設として作らせたと論じる人もいたそうだが、最先端科学による年代測定の結果で、およそ安土桃山時代以降に作られたもの、であることが判明しているから否定されたぜ。最先端技術ってすごい。ちなみに、広島県東広島市秋津町にも、同じくトンカラリンと呼ばれる場所が、あるんだが、これはこっちのトンカラリンにちなんで名付けられたようだから、間違えないように注意だな。間違っていかないように気をつけなきゃ。まとめ。どうだった？これが日本にある謎の遺跡、トンカラリンだぜ。安土桃山時代に作られたとか、排水口だって聞いた時は正直そんなものかって思ったよ。でも、まだ誰が何のために作ったのかはわからないのと、エジプトのピラミッド、と同じって聞いて、やっぱりワクワクするよ。ピラミッドと同じ作りによって構築されているってわかり謎が深まる。ロマンだよな。それが前は私たちでも入れてたのがすごいね。2016年の熊本地震で危険区域として立ち入り禁止になっているが、入り口付近までは行けるようだから、雰囲気を味わうために行ってみるのもいいかも、しれないな。名古屋町役場に問い合わせた上で行くのが、一番確実だぜ。やがて入れるようになるのかな、どうだろうな。もしゴーサインが出たら、動きやすい格好と懐中電灯を忘れずに、持って、探索してみたいな。手を繋いで歩いたりね。ほふく前進じゃないと入れないくらいだから、カップルには向かないぜ。もし行く機会があれば、近くには国指定の史跡である江田船山古墳や、熊本県指定の、史跡、上力横穴群。そして最上部に菅原神社もあるから、熊本に立ち寄った時は、ぜひいろいろ探索、観光してみるといいぜ。遠いけど一回。こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。日本には昔から自然崇拝の信仰があって、信仰の対象として、水や岩にまつわる遺跡があるぜ。今ではパワースポットとなっているとか？そうだぜ。今回は、パワースポットとしても知られている、不自然な巨石遺跡、マスダの岩船の謎について解説するぜ。それではゆっくりしていってね。巨石遺跡って、ただ大きな石があるだけでは？って思っていないか？確かに。その大きさに驚きはするけど、特に何も感じないもの。しかしパワーをもらえること、間違いないぜ。やっぱりパワーがあるのね。不思議な巨石に出会ったら、古代の人は、この巨石をどのように切り出して、そしてどのように運搬したのかなって考えてしまうぜ。そうね。機材のない時代だから、どうやって作業していたのか不思議だわ。ところで巨石信仰はいつの時代からあったの？縄文時代から巨石信仰はあったようで、文字が登場する前からあったようだぜ。そうなんだ。
古代から日本各地で、巨石を崇める信仰があったのね。岩なる神という宗教観は、自然崇拝の賜物であり、不思議な形状をした石造物が作られているぜ。どうして石造物が崇拝の対象だったんだろうね。岩石は長年の風化や侵食にも耐え、現状を留めるから、高級不変の象徴、永久性、を持つものとして、意識されていたんだ。祖先の霊と交流できる場所の意味から、信仰の要素を持つようになったんだろう。なるほどね。岩石の形はそう簡単には変わらないものね。自然崇拝の思想は、古神道における岩に対する信仰のことだ。岩そのものが、信仰の対象だったんだ。日本全国には、巨石スポットがたくさんあるの？ああ。それらはパワースポットにもなっているようだぜ。例えばどこにあるの？日本国内の巨石スポットを挙げてみると、栃木県野立岩、岐阜県金山巨石群、福岡県宮地岳神社などがあるぜ。また、奈良県飛鳥村には、高松塚古墳と木虎古墳。飛鳥村の石造物には、亀石以外にも、猿石、石人像などがあるぜ。導水施設が作られていて、その遺跡からは異物の出土があるようだぜ。何らかの祭祀が行われていて、それにまつわる道具なのかしら。そうだろうな。儀礼のみそぎに先立って、沐浴する施設として、活用されていたという説にも頷けるぜ。古墳時代の末期で、予告知識石刻が主流となっていた時代、石棺を建造しようとして、未完成だった可能性もあるのか。不思議な巨石遺跡は特に飛鳥地域に多いようだぜ。飛鳥地域って、飛鳥村のことを言うの？飛鳥地域と呼ばれる範囲は、一般的には奈良の飛鳥村を中心に、橿原市の一部、桜井市や高取町の一部を含んでいるぜ。では、この飛鳥地域にある謎の巨石遺跡、マスダの岩船を紹介するぜ。うん。マスダの岩船は、橿原ニュータウン内、岩船山の頂上付近の斜面にあり、石垣の階段を5分ほど登っていくんだ。標高130メートルの山中にある花崗岩の巨石だぜ。大きさは南北8メートル、東西11メートル、高さ 7.5 メートルの台形状の形だ。わぁ、大きいね。どんな特徴があるの？硬質の石英戦力岩で、東西の側面は、ほぼ垂直に切り立っているんだ。岩船の側面は、北側では全貌を表していて、その大きさを実感できるぜ。そして巨岩の上面に上部から側面にかけて、幅 1.6 メートルの溝が東西に掘られている。この溝に一辺 1.6 メートル、深さ 1.3 メートルの方形の穴が、1.4 メートルの間隔を空けて、2つくり抜かれているんだぜ。ほう、誰かが加工したとしか思えないね。溝内の平坦部や東西両穴の底辺は、東西方向には水平だ。南北方向には、いずれも南に傾斜していて、岩船自体が、やや南に傾いているようだぜ。また、下部には、深さ10センチほどの格子状の溝が掘られているんだ。これは、飛鳥にある亀石にも見られるそうだぜ。細かい溝を掘り込んでいくだけでもすごい労力だね。これは、表面を平らにするための加工法が、途中までされていたものと見られているぜ。この時代に綺麗な切り石を作るなんて、さぞかし技術が高かったんだろうね。それにすごく重そうだわ。岩の重さは、500から800トンと言われているようだぜ。そんな重いものを、どうやって運んだんだろうね。かつて、池から運ばれてきたという説もあったぜ。この重さは、奈良県飛鳥村の石舞台古墳の、天井石の10倍以上の重量に達するんだ。この岩船山には、花崗岩は産出しないため、この巨石は、他の時から運んできた可能性もあるそうだぜ。花崗岩が産出しないのなら、他の時から運んできた説は有力ね。そして、マスダの岩船は、急斜面に位置しているぜ。このような急斜面の場所で、多くの人が作業をしていたことも、他の時から運んできたのではないかと思うぜ。しかし、現在では、最初から今の場所にあったという意見もあるようだ。そうなんだ。もし人が作業したのなら、このような場所で、石の加工をしなければならなかった理由などはあるのかな？石室を作る場所としては、この場所は神聖な場所として意識されていたのかもしれないな。また、このような高度な技術を持った石職人は、天皇家直属に伝えていた技術集団だったと思うぜ。それはどうして？石の加工技術は、秘密技術だったと思われるからだ。だから山中で、ひっそりと行われていたのかもしれないんだね。マスダの岩船は、石の加工時点で、不測の事態が起き、失敗作だったのかもしれないぜ。失敗作だと思われる理由は何なの？表面を加工している途中で、作業が中断された様子が感じられるそうなんだ。失敗作だったとしても、綺麗な切り石を作る技術は、すごいと思うわ。そうだな、ここで毎日作業されていたことを想像しながら巨石を見ると、またロマンあふれる巨石だと思うぜ。マスダ岩船は斜め上から見下ろすと、上部に2つの大きな穴が開けられていて、上部だけ、表面の仕上げが済んでいるようだ。硬い花崗岩を綺麗に切り出しているのがわかるわね。さらに東面は、きっちりとカットされ、南側は、格子状の溝がそのまま見られている。表面を削る際に、エリアを区切って、順番に仕上げていったと考えられているぜ。
ふむふむ。現在は、竹やぶの中で竹が茂っているが、昔は竹も茂ってなく、周りは見渡せていたようだな。何に使われていたのか不思議ね。増田池の石碑の台座とか、天文観測の道具だとか、諸説あるぜ。文献などは残っていないの？ああ。文献などは残っていないため、確かなことは不明だが、江戸時代には、観光地として存在が知られていたようだぜ。へえ、いつ頃作られたのかはわかっているの？岩の加工や穴の尺に、古墳時代最末期の特徴が見られるため、7世紀頃の築造と推定されているぜ。増田の岩船は、角度を変えてみると船のようにも見えるんだ。古墳の棺にも、船型石棺と言われるものがあるぜ。どうして船の形をした棺だったの？亡くなると、船に乗って黄泉の国に行くと思われていたようだ。翼壁画にも船が描かれているぜ。増田の岩船の美しい仕上がりと、少し異様なデザイン。そして岩船が置かれている場所から、この岩船の謎を考えるとロマンがあるわ。この増田の岩船が築造された目的や、置かれた場所については、様々な説があるようだから、一つずつ紹介するぜ。よろしくね。津島の金田城の頂上近くにある石造物は、増田の岩船のデザインに酷似しているそうだ。どのあたりが酷似しているところなの？金田城の石塁には、増田の岩船にある刻まれたラインと、同様のラインが見られるそうだぜ。増田の岩船と金田城には何か関係があったのかな？西暦660年、朝鮮の百歳が問う、新羅の連合軍により滅亡した。それを救援するために送られた、倭国軍も白式の絵で、大敗したぜ。金田城のように、新羅の来襲を防衛するために、西日本各地に古代三城が築かれたんだ。それがどうしたの？金田城のあった当時の津島は国防の最前線であり、戦略的に重要な場所だったと思われるぜ。増田の岩船もまた戦略的に重要な場所だったと思われる。そのことから、どんな用途で使用されていたか解明する手がかりが見つかるかもしれないのね。ああ、憶測に過ぎないが、何かヒントがあるかもしれないぜ。最も古くからある説だが、822年に築造された増田池を称えた、弘法大師の書による石碑を載せるための台であったという説があるぜ。通称増田の岩船もこれに由来するとされているんだ。ほう。後に、石碑は高取城の石垣を作るための、石材として粉砕されたため、台座だけが残されたとする伝承もあるけどな。弘法大師といえば、中国から真言密教を伝え、布教に貢献した偉大な方よね。そんな弘法大師の書を粉砕するとは、どうなのかしら。占星術用の観測台説とは、二つの穴に石柱を立てて、その上に横柱を渡して、天体観測をしたという説だぜ。山の頂上なら天体観測をするには、最適な場所ね。壁画には、星図が書かれた古墳があって、その星図は現在の星図と比べても正確な星図のようだぜ。プレデアス星団が描かれたのではという石造物があるが、現在観測できる星団と同様に描かれているようだ。現在のように、道路が通じていない時代だから、海を通じての交流だったはずよ。だとしたら、古代人が航海のために星座を解明することは、欠かせないものだっただろうね。ああ、航海術には、星座の知識は必要不可欠だったと思うぜ。岸和神殿なども、皇帝には船での航海日程で、記述されているんだ。そのためには、天体観測は重要な学問だっただろう。天体観測であれば、もっと広々とした場所が、適しているようにも思うけど、当時は、木々も生い茂ってはいなかっただろうから、見晴らしも良かったかもしれないわね。天体観測には、いい場所だったかもしれないな。火葬墳墓説とは、穴の中に遺骨を入れて、蓋をするという説だぜ。日本で、火葬が行われたのは、700年飛鳥時代と言われているぜ。時代的には、合致するわね。しかし、火葬は、特別な地位のある人には、適用されていたようだが、まだ一般的ではなかったようだぜ。次はゾロアスター教徒の廃止説だ。ゾロアスター教ってなんだっけ？ゾロアスター教は世界最古の宗教だと言われていて、世界を善悪という二つの側面で考える二元論に基づいた信仰だぜ。日本ではあまり馴染みがないように思うわ。飛鳥村の石像遺跡は、お水取りの行事なども、ゾロアスター教の影響だとの意見もあるようだぜ。ゾロアスター教は光の象徴として、火を尊ぶ廃火教とも呼ばれている。現在の大文字焼きのように、松明を燃やし、祭祀を行ったのかもしれないぜ。現在有力視されている説としては横口式石閣説があるぜ。南東500メートルほどのところにある剣後静香古墳は、横口式石閣なんだ。横口式石閣って？横口式石閣は、家型石棺のような箱型の身と、屋根型の蓋からなるものだぜ。十数枚の板石で、底と側、天井を組み立てるんだ。薄い板石を積み上げるものなどがあり、安山岩や凝灰岩なども切り石を使った、
精巧な作りである点が注目するところだぜ。片方の小口に、入り口を設け、石造りの埋葬施設となるぜ。木管や漆で、布を貼り合わせた乾漆棺や、陶製の棺などを、その中に収めるんだ。ふむふむ、マスダの岩船は、花崗岩の一種である硬くて重い石英戦力岩を使用しているぜ。古墳に収められる石核には、柔らかくて加工しやすい、二条産の凝灰岩が使用されるのが多いようだ。実際、剣後静塚古墳の石核は、軟質の凝灰岩が使用されている。マスダの岩船は硬い石英戦力岩を使用していたんでしょ？このマスダの岩船は、花崗岩を使用しようとした、試作品とも考えられるぜ。剣後静塚古墳の石核はまだ石の加工技術が未熟だったため、花崗岩では完成できず、凝灰岩が使用されたと考えられるぜ。試作品のまま残ってしまったかもしれないのね。岩船の穴の形状もこれと似ているため、同じように古墳として作られ、完成時には、現在の北壁を下に横転させ、古墳の石室とする予定だったと推測されているんだ。東側の穴とは違い、西側の穴には、水がたまらないことから、西側にはひびが入っていたようだぜ。このため、建造途中で破損が判明し、放棄したのではないかとの説もあるんだ。いろいろ推測できるわね。マスダの岩船は、大阪船屋川市にある石室で、露出した石宝殿古墳に酷似しており、この二つの石造物と同様の構造を持っているんだ。完成品は、剣後静塚古墳石室しかないので、剣後静塚古墳を完成させるまで、マスダの岩船と石宝殿古墳で、二度の失敗を繰り返した後、軟質の凝灰岩で完成されたものが、剣後静塚古墳であるという説が一番有力そうだぜ。剣後静塚古墳はどんな特徴があるの？剣後静塚古墳は、南に向けて横穴が開口する形の横口式石核で、80トンの重量を持つ1個の巨大な凝灰岩をくり抜いて、70トンの埋葬施設となっているぜ。70トン？どうやって運ばれたの？巨石は、二条山から運搬されたようだぜ。石核の幅は5メートル、奥行き 3.5 メートル、高さ 2.5 メートルの規模を有しているんだ。巨石の外側を取り囲むように、丁寧に加工された直方体の、縦 2.7 メートル、横 1.2 メートルの切り石が整然と並んでいたようだぜ。古代の人が作ったと思うと神秘的だわ。閉塞石は、内扉と外扉より成り立っていて、内扉は凝灰岩、高さ 1.12 メートル、幅 1.47 メートルで、外扉は安山岩、高さ 2.4 メートル、幅 2.69 メートルの巨大な扉となっているんだ。内扉の四隅には、宝剣の穴を確認していて、扉飾り金具が装填されていたそうだ。マスダの岩船にある、東側の穴は、内扉用の穴だった可能性も考えられるぜ。ものすごい量の石が使用されたってことだね。剣後静塚古墳全体に使用された石の総重量は、550トン以上と考えられるぜ。運搬には、丸太を用いて、数百人の労働力が必要だったようだ。確かに、それだけの人手がないと無理だよね。剣後静塚古墳の近くには、横口式石核の古墳が数基存在しているぜ。古墳の石室は、横穴式石室が主流だったぜ。この時代になると、次第に古墳の墳丘の規模は、小さくなっていくぜ。そこで、横口式石核の作りが主流になり、墳丘の形状は、八角墳が多くなるんだ。横穴式石室と横口式石核を合わせ持つような、石室を作ろうとしたことも考えられるぜ。横穴式石室から横口式石核への移行期の初期の石室だったのではないだろうか。この地にマスダ池の日の台座という説もあるぜ。マスダ池って？マスダ池とは、高取川をせき止めてこの地に築造された大貯水池のことだぜ。マスダの岩船という名前からも、この巨石は、マスダ池に関連するものと思われているの？そのようだぜ。貯水池の日の台座にしては、あまりにも、大きすぎるようにも思うけどな。マスダの岩船が何だったのか？変わった謎を唱えている方もいるようだぜ。それが、マスダの岩船の暗黒神話だぜ。暗黒神話って？その暗黒神話では、内部の空洞には、竹仕打ちの宿根が眠っているとされているんだ。またぶっ飛んだ考えね、でも面白そう。どんな話なの？暗黒神話の最後は、岩から飛鳥を見下ろすというシーンになるようだぜ。暗黒神話は、コミックアニメで、タイムカプセルとして、描かれているぜ。竹仕打ちの宿根は、応神天皇、仁徳天皇など、5人の天皇に仕え、神宮皇后にも仕えるほどの長寿を保った人物として、記述されているんだ。どういう存在なわけ？古事記、日本書紀、に登場する伝承上の人物で、中心として、神の代弁者のように思われていたようだな。そのような、天皇も忍ぶほどの、偉大な人物の棺として、作られたのかもしれないな。マスダの岩船は、様々な要素を持つ謎の巨石として、古代のロマンを与えてくれる巨石の一つだわ。現在のテクノロジーとは違う視点で、考えてみることも謎を解き明かすヒントかもしれないぜ。今回は、橿原市にある、マスダの岩船について紹介したぜ。
全国にある巨石遺跡の中でも、謎多き巨石の一つなんだね。自然崇拝の世界では、岩や山、森、特別な島に神が降臨すると信じられてきたぜ。自然崇拝から、次第に神祭りの場が固定されてきたことが、導水施設に現れているようにも思うぜ。祭祀を執り行うような権力者により、石造物が作られ、その石造物や、ストーンサークルのような場所から恒久的に祭祀を行う場所ができていったのだろう。そのような特別な場や、古墳を作るときに、巨石を使用することが、支配者の力を誇示する証となったのかもしれないわね。古墳を飾る埴輪の中に、導水施設を表す継承埴輪もあるようだぜ。そして、神祭りの場は、神社などへと変化していく過程で、巨石を守り神にして、古代の人々は、災害や災難を避けるために、祈りを捧げたんだろう。巨石にしめ縄をして、拝礼する岩も日本各地には多くあるよね。万物に宿る霊魂、精霊を崇拝することは自然を大事にしていくことにもつながるんだろうな。そして、自然崇拝の気持ちは、初日を拝むこと、山や川に対する敬いの心は、現在にも継続されて、変わらず存在し、こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は明らかにおかしい霊ラインの秘密を解説していくぜ。霊ライン？なんかファンタジーもののお話でちょくちょく聞く気がするわ。具体的に何なのか、ぜひとも教えてちょうだい。よし、確かに任されたぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。じゃあまずは、霊ラインと聞いて霊夢は何が思い浮かぶ？具体的な霊はわからないけど、なんか魔法とかそういうのに近いイメージね。どことなくゲームの技名とかで出てきそうというか。なるほどな。当たらずとも遠からずだ。というと？霊ラインは西暦1921年イギリス人のアマチュア考古学者、アルフレッド・ワトキンスによって提唱された概念だぜ。まずアルフレッドは古代イギリスの巨石遺跡群を、巨書、ザ・オールド・ストレート・トラックによって発表した。これは、西ヨーロッパに存在する各所旧石が、巨大な線を描くような位置に存在している、という主張だ。この本の発表により、遺跡の直線的配置性が世間一般の注目を引きつけることとなったんだぜ。遺跡の直線的配置性？霊ラインの霊だが、これは光のことを指す。光が一直線に進むように、遺跡や山、聖地が並んでいることから、そう呼ばれるようになったと言われているぜ。またアルフレッドが最初にこのラインを見つけた時に、霊という名がつく地名が多かったためにそう名付けたという説もあるな。なるほどね。最後に霊ラインの学術性について説明するぜ。実を言うと霊ラインは偶然そう並べられただけで、意味はない、という意見が一般的なんだ。だから学術的には調査がされていないぜ。あらら、そうだったの。でもどうして？霊ラインの指定として、遺跡は世界に無数に存在し、その遺跡を点と考えた時に、直線を無数に引くことができるから、意味がないという意見があるからだぜ。しかし、アルフレッドの霊ラインの提唱後に、霊ラインハンターとして、霊ラインの魅力を伝えようとする人や、霊ラインについて研究を行う研究者もたくさんいる。また、霊ラインの幾何学的な美しさに魅了され、国々を旅して、霊ラインの話を伝えようとする人も、世界中に数多く存在しているぜ。霊ラインは人々を魅了してやまないテーマなのね。次は世界にある代表的な霊ラインを紹介していくぜ。一体どんな霊ラインなのかしら？それはこのヨーロッパと中東にある聖ミカエルのラインだぜ。年代は様々な遺跡なんだが、直線を引くように建てられているぜ。聖ミカエルのラインはヨーロッパ中東にある大天使ミカエルに捧げられた、修道院と名所を結ぶもので、ライン上の名所が聖ミカエルを称えているという共通点まであるぜ。先ほど年代は様々だと言ったが、この聖ミカエルのライン上には、実に10カ所以上の遺跡が存在し、古いものは6世紀頃、新しいものは13世紀頃までに建設されているぜ。本当に年代が様々ね。ライン上にはセントマイケルズマウント、ミカエル修道院という名前の山や修道院、古代遺跡がかなり正確な曲線上に並んでいるぜ。さりげなく聞いたことがある名前だわ。マイケルという名前はラテン語でミカエルを指し、セントマイケルズマウントのように地名にマイケルが入っているのは、聖ミカエルに縁があることを意味するぜ。また聖ミカエルのラインはセントマイケルズラインと呼ばれることもあるぜ。まあ、とりあえず最初みたいに聖ミカエルのラインで統一してくれると助かるわ。その方がわかりやすいしね。了解したぜ。でも、この聖ミカエルのラインは一体どうやって作り出されたのかしら？この聖ミカエルのラインは日が沈む方向に作られていたため、天文学の知識を元にして作ったのではないかと言われているな。そういえば古代人は天文学が盛んで、その上優秀だって聞いたことがあるわね。ああ。古代人は、太陽を見て一日の時間帯を把握したり、星を見て季節の移り変わりを知り、川の氾濫の時期などを予測して農業に当たったり、春分、夏至、秋分、冬至の日を確認し時期を知ったり、
生活するにあたり天文学が必要不可欠だったと言われてるな。また古代人は、太陽が時期を教えてくれるものとして神聖視していた。その天文学の知識が、今発見されている世界中の遺跡に使われているんだぜ。ねえマリサ、せっかくだから実際に太陽が昇降することを考えて作られた。遺跡を知ってたら教えてちょうだい。そうだな、まず一つ目は紀元前2000年に建てられた、イギリスのストーンヘンジ遺跡だ。夏至の日にヒールストーンと祭壇石の戦場に太陽が昇るんだぜ。二つ目は、紀元前1500年に建てられたエジプトのカルナック神殿。当時の日に神殿のど真ん中から太陽が見えるぜ。三つ目は、日本の縄文時代に建てられたとされる、岐阜県の金山巨石群だ。石の隙間から差す太陽光から、日の出に日没がわかるように作られているぜ。四つ目は西暦900年に建てられたマヤ文明のククルカン神殿。マヤ神話の創造神ククルカンの彫刻がピラミッドの階段下にあるんだぜ。春分と秋分の日に太陽が落ちる時にククルカンの彫刻に光が差し込み、まるでククルカンが天空から舞い降りるように見えるそうなんだぜ。私が知ってるのはこんなところだな。本当に世界中に古代の天文学の名残が散らばってるのね。聖ミカエルのラインの位置関係も見てみると、日が沈むのが強調されるように作られた建造物が、とても多いんだ。この聖ミカエルのラインを、天文学と創世記の二つの知識から、夏至の日没の方角になるように、曲線上に作ったのではないかと、考えることができてしまうんだぜ。レイラインは必然で作られたのか、それとも偶然なのか、不思議なロマンを感じるわね。次は紹介した以外の日本のレイラインを見ていくぜ。レイラインは他にも日本にもあるの？ああ、あるぜ。関東から関西にかけるレイラインである御来光の道と、平城京を中心として五芒星のマークを書く近畿の五芒星が特に有名なレイラインだ。観光スポットとしても人気が高いんだぜ。五芒星か、陰陽師の関係とかでよく見るわね。御来光の道は千葉県の玉崎神社と出雲大社を結ぶ 700km のレイラインで、その線上には富士山や大山、伊吹山、元伊勢など、有名な聖地が並んでいるぜ。春分、秋分にはこのライン上から日が昇り、日が沈むような井戸になっているんだ。その御来光の道の線上にある伊吹山と元伊勢の二つに、神宮、熊野本宮大社、伊勢神宮内宮の三つを加え、五つを結んだ星型のレイラインを、近畿の五芒星と呼ぶんだ。また五芒星の内側に五角形があり、その頂点にも五つの神社が存在する。近畿の五芒星の中心には平城京が立ち、まるで計算されて作られたかのような形をしている。この五芒星のレイラインは世界的に珍しく、世界中の人々の注目を集めているようだぜ。綺麗に五芒星が作られるなんて、これは神秘を感じられずにはいられないわね。ちなみに、日本のレイラインは山や神社から作られることが非常に多いぜ。まあ神社は祭祀を司る重要な場所として、また神様が宿る場所として、大きな意味を持っていたと考えられているからね。歴史的にも主に天皇が作る場所を考え、その土地を調査して建設したとされている。国を挙げての仕事だったという記載が残っているぜ。けど、五芒星なのはやっぱり陰陽師とかは関係あるのかしら？あると思うぜ。近畿の五芒星の星型に関係する組織として、飛鳥時代に陰陽師は創始されたんだ。陰陽師にある思想の一つに星型を想起するものがあり、それに縁があったものが五芒星を作ったのではないかと言われているな。そして陰陽師の信仰していたものに、陰陽五陽説という考えがある。あ、これは知ってるわ。確か世界の断りが五陽と、それぞれの陰陽で成り立っているという考え方よね。その通りだぜ。陰陽五陽説は、十角形の中に五芒星を書き、五芒星の回転で世の移り変わりを表す。陰陽師で有名な安倍の生命も生命門という名で五芒星の形の紋章を大切にしていたという。陰陽道の陰陽五陽説から、五芒星の各頂点に神が宿る神社や山が来るように建設することで、この周辺の土地や平城京を守ろうとしたのでは、と考えることができるんだぜ。こんなに特別な形が偶然できるとは到底思えなくなってきたわね。マリサ、この五芒星は誰が作ったのかわからないの？残念ながら、誰が作ったのかは、歴史で明記されているわけではないんだ。いくつかの手がかりから五芒星に深く関わったとされる人物は、崇神天皇、水仁天皇、卑弥呼、天武天皇などの人物ではないかと研究者たちは語っているぜ。九段の安倍の生命は違うのかしら？安倍の生命は西暦921年生まれで、この頃にはすでにレイラインの神社群が、成立していたと考えられているぜ。あら、そうだったの。とりあえず可能性が高い仮説をいくつか挙げていくぜ。一つ目は五芒星を天武天皇が作った説だ。天武天皇は飛鳥時代から奈良時代に、十数年をかけて古事記の編集を命じ、古事記の完成に合わせて御来光の道に神社をいくつか建設しているんだ。どうして古事記の編集と並行して神社を建設したの？古事記の編集は国家事業であり、各神社の神と、古事記に登場する神の名前が、
一致する必要があったんだ。これにより、当時の国の人々が勝手に自分たちの土地神を崇めることを止めさせて、新たに天皇が信仰させたい神を各神社に再配置したのだろうとする記録が残っているんだ。飛鳥時代には、白村江の戦い、壬申の乱という争いにより、国が東西に分裂していた。天武天皇はこれを統一しなければならないという責務があったんだぜ。そのため国家安泰の策を何か打たないといけない厳しい状況にあったとされているぜ。当時からお偉いさんの仕事はいろいろ大変だったのね。また、天武天皇は陰陽寮という陰陽道の組織を創始した。陰陽道という宗教的な概念を政治の中に明確に取り入れた天皇と言えるんだ。これにより暦や方位の研究が進み、神社の建設や整備に役立てたと言われているぜ。つまり、分裂した国を統一するために、陰陽道の方位の知識を使って神社を再建設した。そして現在の近畿の御坊星となった可能性があるわけね。まあ、やはり仮説であって真相は不明だがな。仮説二つ目は、卑弥呼と崇神天皇垂仁天皇が作った説だ。卑弥呼は弥生時代の女王であり、鬼道と呼ばれる呪術を用いて、国を治めていたとされている。卑弥呼が女王になる前は和国大乱という暴動が長期的に起こり、国が荒れ果てていたんだ。その和国大乱を沈めた功績により、西暦238年に卑弥呼は神義和王の称号を得ている。この頃の日本は、統治王と祭祀王の二人で国を統治していたとされており、卑弥呼は祭祀王として神社の建設を担っていたそうだ。神社建設の責任者ってわけね。統治王である崇神天皇は伊勢神宮の元となる元伊勢神宮と、熊野本宮を建設した。そして垂仁天皇は90以上伊勢神宮の建設を試し、最終的に今の伊勢神宮の場所を決めたんだぜ。でも、卑弥呼と崇神天皇と垂仁天皇は時代がちょっとずれてるんじゃないかしら？確かに崇神天皇と垂仁天皇は、紀元前59年から紀元前4年の天皇で卑弥呼の時代と重ならない。しかし、竹内文書という歴史書によると崇神天皇は220年に即位、垂仁天皇は254年に即位したとされており、それが本当だったとすると、二人の天皇と卑弥呼が御坊星の最初の天にあたる神社を建設したことになるんだぜ。なるほど。卑弥呼は女王になってから、68年ほど祭祀王を務めた。祭祀王になった卑弥呼は、これ以降は国が荒れないように、呪術による結界で和国を守る計画をし、当時の国の中心、大和の地に神社を建てたと言われている。卑弥呼と二人の天皇が御坊星の先駆けを作った可能性は十分にあるというわけね。けれどもちろん、この真相は不明のままだ。そもそもこの御坊星は、一人の人物が作ることは困難であると言われているんだぜ。近畿の御坊星の建設にあたり苦悩があった話として、伊勢神宮の移転がある。伊勢神宮は第10代崇神天皇が、天照大神を正常に招き下ろすために建てたのが始まりとされる。そのためにより理想的な場所を求めて、90箇所以上も移動を繰り返したそうだぜ。そうして今の三重県伊勢市の位置に決まったのね。この規模の建造物であることを考えると、誰か一人で作ったわけでなく、受け継がれて作られたものであると考えるのが自然だとされているぜ。陰陽師に縁があるものが作ったのか、どのようにして作ったのか、やはりその真相は、今でもはっきりわかっていないんだ。霊夢、実は霊ラインが日本を守っている、という話は聞いたことはあるか？え？霊ライン自体ほとんど知らなかったし、その話ってもちろん初耳よ。もともと神を祀り、国家安定のために建てられた神社だが、その神社の霊ラインが、日本人を守っているという説があるんだぜ。そうなの？詳しく教えてちょうだい。2012年東京工業大学大学院教授の研究論文によると、東日本大震災で被災した宮城県沿岸部において、津波の被害に遭った神社を調査して調べたところ、津波の被害を受けた場所とそうでない場所の境界に神社が多いことが分かったんだ。この地域の調査では、神社の数は215箇所あったそうだが、その半数を超える139箇所が被害を逃れ、23箇所が一部浸水し、53箇所が大きな被害を受けたんだぜ。6割以上の神社が災害を逃れたのね。水難を逃れた神社の特徴を調査すると、215箇所の神社のうち、スサノオ系、熊野系、八幡系を合わせたスサノオを祀る神社が53箇所、アマテラス系、稲荷系を合わせたアマテラスを祀る神社が29箇所あったんだぜ。うちスサノオ系神社は53箇所中9箇所が津波の被害を受け、アマテラス系神社は29箇所中17箇所が津波の被害を受けたそうだ。スサノオ系神社の方が水難を逃れているわね。スサノオは治水の神として、人々から崇められていたという記録が残っているんだ。確か雨や水を司り水に宿る竜、水神ヤマタノオロチを退治したのよね。よく知ってるな。そのためにスサノオを祀る神社を建立するときは、その立地が水難に合わないような場所を調査して、建立したのだろうと言われているぜ。これによりスサノオ系神社の方がアマテラス大神系神社に比べ、
水難に遭うことが少なかったと説明されているぜ。つまり神社の霊ラインはただ信仰を集めるだけでなく、地域を災害から守る目的で作られたと考えることができるんだぜ。けど研究はされているけど、やっぱり真実なのかははっきりわかっていないのよね。まあそういうことだな。霊ラインは噴火から人を守ったとも言われている。第7代皇霊天皇の時代に富士山が大噴火し、荒れ果てた状態が続いたことが記録されている。第11代睡眠天皇はこの状態を何とかしようと、紀元前27年に浅間の狼を富士山の麓に祀り、山の神である三霊を鎮めたと言われているんだぜ。浅間神社は富士山の山頂を中心として、北東から南西に建設されており、北東の牛の八戒浅間神社と南西の富士山本宮浅間大社を霊ラインとして結ばれる。この浅間神社は建設された神社の配置に偏りがあり、忍野八海浅間神社や富士山本宮浅間大社だけでなく、多くの神社が明らかに北東と南西に集中して作られているぜ。それは何か理由はあるのかしらね。ここでまた陰陽道の陰陽五行説が出てくるぜ。それによると、北東という方角は鬼が出入りする、不吉な方角とされているんだ。あ、それは確か鬼門って呼ばれてるのよね。鬼門は鬼の弱で陰気な気が溜まる方角とされていて、悪い流れは北東からやってくると考えられていたんだぜ。また、裏鬼門といって北東の反対である南西も鬼の通り道として、同様に不吉な方角とされていたんだ。つまり浅間神社の北東と南西に偏って神社が建てられた理由は、陸神局番にのっとり、北東南西の鬼門裏鬼門から来る邪悪な気から、富士山を守る結界として作られたと考えることができるんだぜ。水に火に、あらゆる災害から守る霊ラインが日本に存在しているのね。東京や京都にも、要所を守る霊ラインが存在する。京都には有名な要所として平安京、そしてその北東に位置する比叡山に、円楽寺という神社を建て、鬼門を封じているんだぜ。東京はどんな要所や霊ラインがあるのかしら？東京には今からおよそ400年前である江戸時代、当時の要所である徳川幕府の拠点であった。江戸城を守るために、神社が建てられたことがわかっているぜ。1616年に神田神社が、1659年に比叡神社が建てられた。江戸城を守る根幹部分を決めたのは天界という層で、暗境にすでに見られた。鬼門を封じるという考えを江戸に持ち込み、江戸城の北東にある寛永寺の住職となった。同じく北東の位置に神田神社を移動させ、南西の位置に比叡神社を移したと記されているぜ。この神社も北東と南西にそれぞれ再配置された上で霊ラインを作っている。陰陽寺の陸神局番の考えに則って作られた可能性が高いと考えられるわけね。それにこれまでの話で、陰陽道の陰陽五行説、陸神局番、清明門などの思想から、五芒星や北東南西の神社の建設がされているのではと説明してきた。この陰陽寺は7世紀後半の飛鳥時代に誕生して以来、1870年に廃止されるまで、日本の重要な機関として重要地点を守り、国防の要として存在したんだ。それでも私たちの生活には、よく考えると陰陽道の影響がちらほら見られるわよね。例えば風水とかだな。家の間取りや方角、家に置くと運気が下がるものなど。運気について考えた環境の作り方は、陰陽道との関わりがとても深いわよね。それに有名な童話桃太郎は、実は陰陽道の話だと言われているぜ。陰陽五行説の方角図と鬼門や絵との考えを結びつけると、鬼門の位置には牛と虎がいる。鬼の角は牛を、鬼のしましまパンツは虎を表し、鬼がいる東に向かうために。江戸の西に位置する猿、鳥、犬を連れて鬼退治へと向かうわけね。これは陰陽道を一般に広めるために室町幕府の時代に作られたという説があるんだ。身近な童話にも、さりげなく意味が隠されていたわけね。霊ラインは昔だけじゃなく、現代も私たちを守っていると言えるんだぜ。例えば何があるかしら？陰陽道は廃止されたものの、陰陽道の対極図の円の部分に山手線の環状路線が、二つの点の部分に新宿御苑皇居が、それぞれ位置していることが分かっている。この位置関係から、山手線が対極図の位置になるように意図して作られたと言われる。対極図？白と黒の勾玉を合わせたような図のことよね。円を山手線とすると、勾玉の穴の部分に新宿御苑皇居がそれぞれ並ぶ。そのため、山手線の環状路線と新宿御苑皇居は、天皇陛下を含めた東京を守るための、霊ラインだと言われているんだぜ。なるほど、そういう風に見えるわけね。年代を考えると、山手線の開業は1885年であり、1000年以上続いていた陰陽道が廃止されて、わずか15年後に始まっているんだ。陰陽道の思想が入っていたと考えても不思議ではないのね。このように現在に至るまで、霊ラインは名所として残っている。今もなお、日本に住む私たちを守っていると考えることができるわけね。陰陽道そのものは廃止されちゃったけど、山手線とかの形で今もなお私たちの生活に、大事に残っているのね。神秘的な霊ラインの数々は、我々に何かのメッセージを残したんじゃないのか？意図して作られたのではないか？
そういうことを考えてしまうよな。レイラインゆかりの観光地もたくさんあるし、一度レイライン巡りの旅に行くのもいいかもね。面白そうだな。何か不思議な力を授かったり、不思議な体験ができるかもしれないな。ということで、今回の動画は以上となるんだぜ。この動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価を、ポチッとしてくれたら嬉しいよ。よろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。